東455線、川入口線大橋、出入り口は東京都足立区線にある首都高速中央環状線のインターチェンジである。内外回り双方の出口、入口とも設置されているフルインターチェンジであるが、港北ジャンクション方面の出入り口は、車線変更禁止区間の関係で事実上は首都高速川口線の出入り口であり、 中央環状線板橋ジャンクション方面へは連絡していない。荒川に架か,かる大木大橋の近くにある。なお、当室入口の所在地の地名、足立区線は足立区大木と読み、大木大橋も大木大橋と読むが、首都高ドライバーアッズサイトにおける本室入口の読みは大木大橋となっている。中央環状線江北ジャンクションと近接していて、 車線変更禁止区間にかかるため、東室入口から、江北ジャンクションを経由しての中央環状線、王子方面との行き来はできない。江北ジャンクション方面の入り口付近に、東北道方面、中央環状線王子方面には行けません。大木大橋入り口から、中央道、東池袋へは行かれませんという標識が出ており、中央環状線や、東名高速へ乗り入れたい。 利用客には大、扇大橋出入り口ではなく、港北ジャンクションの先にある、王子南、出入り口の利用が案内されている。また、中央環状線外回りの港北ジャンクション、川口線分岐の直前にも、扇大,大橋出口からは出られませんという注意標識が立っている。ありがとうございます。